プーギーとは、カプコンのハンティングアクションゲーム、モンスターハンターシリーズに登場する、小豚のキャラクター。はじめは、行商バーさんについてきて登場し、引き取るように主人公に頼んでくる。頼みを引き受けると、プーギーを撫で、うまく音楽のタイミングを合わせて、ボタンを押すと主人公に懐き、以降主人公の家に留まる。引き取った後も撫でることができ、同様のタイミングでボタンを押すと、 主人公についてくるようになる。ただし撫ですぎると怒って、どこかへと行ってしまい、クエストをクリア、もしくは失敗するまで戻ってこなくなる。モンスターハンターに3、3G では名前をつけることが可能。モンスターハンターポータブルサード、モンスターハンター3、3G では持ち運ぶことができ、特定の場所で下すと、様々なリアクションを見せるようになる。性別はメス。 好物は、キノコ類と薩摩の芋。怒らせるととても怖いとのこと。アニメ、モンハン日記ギリギリアイルムラアイル危機一発では、常にニャミーのそばにいる。性格は、他のみんなを下僕とみなすなど腹黒い。プーギーパークを開設するため園長が、プーギーを連れてくるよう頼んでくる。好物の、薩摩の芋を長屋に置くと翌日やってくる。一定数集めると、 プーギーパークが開設し、集めたプーギーで、プーギーレースを行うことができる。開設後もゲーム内で数日経つと、特定の場所に現れ、プーギーパークに連れてくることで、レースに出せる、プーギーが増える。ポカポカアイルウムラジーでは、プーギー畑にも登場。ここでは、プーギーが畑を掘り起こすことで、アイテムが手に入るが、やる気のない状態だと、大したアイテムは出なくなる。 内は、原作ゲーム、もしくは定義上の衣装の名前最初のプギーは、裸の王様という衣装を着ているが、条件を満たしたり、ダウンロード特典などで衣装が手に入る。カップコンからアイル同様に、グッズ展開されており、ぬいぐるみやストラップなどが発売されている。引き取らなくてもゲームに影響はない。あらかじめ用意されている、名前の中から付けられる特定の場所以外では眠る。 アイローフロムザモンスターハンター公式サイトより翌日でない場合もある。ありがとうございます。